はい、どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、今回の KCGT でですね、現時点でおそらく一番強いであろうデッキ紹介します。8軸の DD でございます。で、 DD なんですけれども、まあドックが入ってる方もありますが、この8軸がですね、おそらく現状一番強いかなと思ってて、っていうのがドックが入ってる方も弱いわけじゃないんだけど、あのミラーだったら8軸の方が強いんですよ。で、ティア1デッキがもう正直 DD 以外なくて、なんで、そのティア1デッキの中でやっぱミラーが増えるってことを考えると、まあ8軸が強いなっていう風な、そんな感じなんですよね。で、まあこれはあの先週じゃないね、昨日だね。昨日は RO 勢使ったレシピをちょっとだけ変えたやつなんですけど、大体まあこんな感じのレシピで、7連勝もできました。リーグ戦7連勝もできました。なんでね、まあ結構割とガチで強いデッキかなと思います。で、今までガントラに不利って言われてたんですけど、それがどうなのかっていうところをちょっとリプレイ解説してからですね、まあ1戦ぐらいランクマ潜ろうかなと思います。はい、ではまずはガントラとのですね、リプレイを解説していきたいなと思います。こちら先行ですね。今までだったらガンドラを無理やり出されたらしんどかったんですけど、トーマスがいることによってですね、その辺がかなり解消されたかなと思います。で、若干初動ミスったりとか、あの、途中の展開ミスってて、チームメイトに怒られたんだけど、まあそれでも、勝ってるからいいよ。まあ相性をね、話したかったところなんで、ちょっと多めに見ていただければなと思います。まあこのヘルアーマゲドン取ってくれっていうのはいつもの動きかな、と思います。で、ここから展開していくんですけれども、ヘラーマゲドンと、トーマス出して、ここまではまあいいんだよね。で、トーマスでトーマス割って、なんですけど、まあなんでこれやったかっていうと、手札にトーマスがあるからですね。で、手札にトーマスがあって、ここのトーマスを回収みたいな感じですね。ここで結構諸説あって、別に持ってくるのが、例えば、アビスラグナロクとかだったら、アビスラグナロクも回収できるから、って結構悩むんだけど、まあ、今回は、トーマスを手札に回収しつつ、デッキ圧縮しました。で、ジャイアントレーナー、これね、なんかね、今手に入らない幻のレアカードなんですよ。まあ、セレクションボックス、だいたいいつも出るんで、KCGT 前に。まあ、そこで手に入るんじゃないかなと思うんですけど、ジャイアントレーナーはですね、バトルフェーズできないんだけど、エキシー素材1個取り除いてワンドロー。で、モンスターだったら400のバーンダメージを与えるっていうのをですね、合計1体に3回できるようになります。3体エキシー素材あるね。で、こうやって不純物を吹きに行きます。で、ここで、エネコンと、バルキリーの契約書を取ってきました。で、まあ、おそらくこれがシルバーガジェットかゴールドガジェットかな、みたいな感じですね。で、地獄門の契約書の効果ってなって、バーンダメージ食らうんですけど、全然 OK で、ここからですね、まずは、アビスラグナロク出します。アビスラグナロク特殊召喚時、こうやって墓地からモンスター蘇生できます。ヘルアーマゲドンですね。で、アビスラグナロクの効果で、ここ飛ばします。ですね、モンスター1体リリース、DD モンスター1体リリースして、相手のカード、1枚除外できるんで、それでシルバーガデット除外みたいな感じにしました。で、ここ、いいや。こうしてからの、DD スワラルスライムで、ベオルフ作ります。で、なんでベオルフ作ったかっていうと、これ闇属性なんですね。なので闇属性のレベル8同士で、フランケン作ります。で、このまま、まあ、クリボールとかないやろ、みたいな感じで、スワラルスライムの効果使わなかったんですけど、一応スワラルスライムの効果使うと、墓地のこのカード除外して、手札から DD 一体の特殊召喚っていうのができます。で、トーマス出せば、一応クリボール貫通だったんですよね。まあ、ここはちょっと耐えだったかなと思います。で、一応ね、クリボールじゃなかったら、これフランケン立ってるんで、フランケンで、まあ、レビオニアとかケアして、で、バルキリーの契約書で、1枚破壊して、さらにもう1枚はエネコンでパクるみたいな感じことすると、三妨害あるんで、三妨害はガイアじゃない、ガンドラ超えれないんですよね。っていう風な感じで、完封することができるので、ガンドラとの相性がね、改善した、むしろ得意になったっていうところ、まあ、得意になったっていうところが、まあ、このデッキの評価を上げている一つの要因かなと思います。このデッキの弱版じゃないんだよね。モンスターいっぱい被ってたら被ってたで、ジャイアントレーナーとかで入れ替えたりとかもできるし、っていうかまあ、そもそも上級3体パーンって並べられるだけでも相手からしたら嫌だろうし。じゃあ、ブルーアイズかなー。敵圧。ライロブルーアイズって感じかな。あんまやね、これは。これは、地獄門打って、これね、ゲドン取ってくるじゃないですか。で、スキル使って、ゲドンをこうして、
ブルーアイズでしょ。うーん、悩むな、まあ、ペンデュラム召喚でここ2体出して、いや、要は3体展開で終わらせるか、ジャイアントトレーナー行くかなんだけど、まあトレーナーで行っちゃってもいいかな。ブルーアイズだしね、妨害引いた方が強いかな。トーマス効果でスケール1枚割って、デッキからこれ特集で、一応トーマス効果使えばペンデュラムゾーンのこの表側表示のね、カード DD カードを手札に加えることができるんで OKOK って感じで、1、2、3、まあでも妨害1枚引ければクソアドやし、そっちの方がいいな。あのオルターナティブで入られたりとかもそうだし、ライロ要素だからライロにいい感じに回られたら鬱陶しいんでね。でバルキリー引けました、偉いね。あーいいねいいね、モンスター効果発動。あーいいっすね、強いっすね。バルキリー1枚伏せでいいかな、終わり。でまあこれで何でもできますね。地獄門捨てて1枚割って、で次のターンはスワラルスライムいるしオルトロスあるしで、二妨害、後ろのトラップカードとかは二妨害貫通かな、一応。まあ、カッコって感じだけど。キリュウの召喚師、自分ヒーローのモンスター1体リリースして、フィールドのモンスター1体発動できる。そのモンスターを持ち主の手札に戻す。あー、めんどくさいですね。これは、じゃあ、効果発動を、地獄門捨てて、潰しときましょう。めんどくさそうだから。これさ、今なんかラグったけど速攻魔法かな、それともこいつってチェーンで使える、使えないよね多分。なんだなんだだろ、エネコン引いていく、バルキリーの契約書の効果発動。うーんって感じ。まあちょっとこれ攻め切った方がいいな。なんで、アビスラグナロク取ってきます、ここは。で、DD 魔導賢者ケプラーで、ペンデュラム召喚でいきましょう。ペンデュラム召喚しまーす。で、アビスラグナロクを出します。で、アビスラグナロク効果。ヘルアーマゲドン出しましょう。よいしょと。エネコン伏せちゃっていいですね。で、バトル、パンチ。ラグあるー。だから速攻魔法あったんだよね。パンチ。カイトロイドっぽいな。クリボーか。いや、でも2枚あるな。2枚ありそうやね。あー。はい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 。まあ。一枚ね、これ、バルキリーの契約書で削っといた方がいいから、どうしよっかな。オルドロス捨てて、地獄門削っとこうかな。早めに。終わり。これでまた次のターンも生き残れるって感じだね。速攻魔法なかったっけ、さっき。気のせい？一不正、モンスター一不正、オッケー。で後ろ1不正いいよ。じゃあ後ろ抜こう。バルキリーの契約書の効果発動、これ抜きます。なんだこれは、モンスター回収、知らへんな。一応まあサイクロン引いたからいろいろ大丈夫なんだけど、まずはこうして、ここリリースして、これね、あのモンスター一体リリースして、これ除外できるんですよ。危な、怖すぎ。で、トーマスで、これヘルアーマゲドン回収するじゃないですか。そうすると、手札にアーマゲドン来るんで、墓地にスワラルスライムいるでしょ。で、墓地のスワラルスライムを除外して、ヘルアーマゲドン特殊召喚できるんで、ケプラのスケール下がっちゃったんだけど、もう一回3体展開できる。っていうところが強いですね。
はい、まあそんな感じでございます。いかがだったでしょうか。まあ今日は、八軸の DD について、解説をさせていただきました。参考になったらぜひぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。